東、シナ海は、太平洋西部の海。南西諸島とユーラシア大陸に挟まれている。東、シナ海中華、人民共和国公海大韓民国日本海。日本南西諸島台湾南シナ海太平洋東、シナ海と周辺の地理福江島、大瀬崎から眺めた東、シナ海太平洋西部にある沿海であり、北は、対馬海峡を通じ日本海と接し、 東は南西諸島を挟んで太平洋に接する。南南西に台湾海峡を通じ南シナ海と結ばれているほか北西は航海に接している。大規模河川として長江が流入している。海域の中央部には当初はないが北辺から東を経て南辺にかけて周囲に東湖がある。主な当初として北からチェジュ島、九州。 南西諸島、台湾となっている。ユーラシア大陸沿恵部には、朝鮮群島などの小島所がある。海底は、ほとんどが、ユーラシア大陸から続く、大陸方で、深度200メートルより浅いが、東部は、沖縄トラフであり深度、約2000メートルと深くなっている。海流としては、黒潮及びその分流の津島海流が、流れている。日本と中国の間では、 尖閣諸島問題のほか東、シナ海ガス電問題に絡んで経済水域の設定に争いがある。また、韓国と中国の間でも蘇願省に絡み争いがある。第二次世界大戦までは東、シナ海と表記した。また戦後の一時期は東、中国海と表記されていた。現在の日本の外務省の公式文書等では東、シナ海と表記され。 日本国内では一般化している。太陽と海の境界でのイースタン、チャイナシーの範囲は、以下の通り。オンザサウス、ザノーザンリミットオブザサウス、チャイナシー、ゼンスフロムサンチョザノースイースタン、ポイントオブフォルモサツーザウ,ウエストポイントオブヨナクニ、アイランドアンドゼンスツーハデルマシマ、オンザイースト、フロムハデルマシマ、ーラインインクルーディングザミアコレット、ツーザイーストポイントオブ、 宮古島全数沖縄、各、ザ・サザイ・エクストリミティ・オブ・沖縄島。スルーディス・アイランド2・アダ、郊島、オン・ツー・ザ・イスト・ポイント・オブ・機械・シマ・スルタノグ、シマ・ツー・ザ、ノース・ポイント・ゼアブ・アンド・オン・ツー・ハイ、先因九州。オン・ザ・ノース、フロム・ノモ・先インキュシ九州・ザ・サウス・ポイント・オブ、休憩・シマ・アンド・オン、スルーディス・アイランド2・オセ・先・アンド・ツー・フナンカン。 ザサウスポイントオブサイ t ツ f スルーディス・アイランドツイッツ・ウェスタン・エクストリーム・アンドゼンス・アロング・ザ・パラレル・オブ33度17ノース・ツーザ・ザメインランドオン・ザ・ウェストザ・メインランド・オブ・チャイナ南においては南シナ海の北限そこから台湾島の北東端である三天角から与那国島の西端までそしてそこからハテルマ島東においては はてるま島から、宮古列島を含む線で、宮古島の東端まで、そこから、沖縄島の最南端である沖南、各まで、そしてこの島を通り、安田ヶ島まで、さらに、機械島の東端がまで、種ヶ島をこの島の北端まで通って、さらに、九州の久木まで。北においては、九州の野も崎から、福江島の南端がまで、そしてこの島を通り、大瀬崎灯台まで、 そして、チェジュ島南端のプナムザキまで、この島を通って、その最西端まで、そして、そこから北三33度17に沿って、中国大陸まで。西においては、中国大陸。この海域は、1960年頃までは、大変良い漁場であったが、漁獲規制が全く行われなかったために、日本漁業者の乱獲により、水産資源が激減した。 戦後間もない1951年時点で、水産資源の減少は明らかであったが、有効な漁獲規制は今日まで導入されていない。農林水産省の漁業、養殖業統計年報によれば、1960年の日本の漁獲量は370トンほどあったが、それをピークに直線的に減少し始め、近年は20トン足らずにまで落ち込んでいる。 1980年代からは日本漁船は採算が取れなくなり撤退、その後に創業コストの安い中国漁船が進出し、さらに資源は減少し続けている。ありがとうございます。